はい、というわけで今回はこの一生ご飯を3種類の卵でなんとね贅沢に卵かけご飯しちゃいますよ。まずはこの一般的な卵から。はい、どうすん。はい、どうすん。はいはいはい、まずは一般ですよ。テュ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 つって、今日はね大食いプラス食べ比べ的な要素も含まれてますんで、しかも今日ね用意してるお米もめちゃめちゃ美味しいお米ということでいただきます。まずは普通の卵かけご飯。うん、うまい。え、俺これで十分うまいんだけどな。うん、多分今日1升用意したけど2升しとけばよかったな。これ多分マジで食える。うん、うまいうまい。続きましてですよ、ここからが本番でございますね。まずはねこのヨードラン光っていう、なんとねコクが 3.5 倍っていう、ちょっとよくわからない数字を叩き出してるこの卵なんですけども、どうなんでしょうかと。ピッとピピピッと、コク 3.5 倍っすよ。さっきのところで十分うまかったけどな。じゃあ行ってみます。あ、なるほど。あ、なるほど。あ、全然違う、全然違う。これすごいですね。あの、なんていうんですか、あの卵の持ってるパンチ力が今まで食べたことないレベルの。この卵なら2升じゃなくて3升食べれる多分。うまい。うん、どんでいこう。で次がなんとね茜美人というね、黄身の色がすごい綺麗な色の卵なんですけど、これいってみますね。おい、おお、すげえ、すげえな。これ色全然違うぞ。すごい濃いオレンジみたいな。わ、もう全然違うじゃん色が。でもこれは味どうなんだろう。うん、うん、また全然違う。あ、すごいタイプこれ。僕なんか幽霊つけるつもりは全くないんですが、いやーでもわー、わかんねえな。こっちもうまい。あのなんか食べた感想的にはこっちはコクがすごい強いなっていうパンチがある感じ、卵自体がボーンっていう。こっちはねなんかね別の部分で攻めてくるんですよ。でもね味は結構深いです。なんか卵って全部一緒だと思ってたけどこんな違うんですね。いやもうちょっとこんなん止まらんわ。3個とか入れちゃおうかな卵。よし、やっぱこっちかな。ちょっと交互に行きたいねこれ。うわー贅沢、これは贅沢です。最近知ったんですよ、あんまり混ぜすぎない食べ方がいいっていう、食べ方もいいっていう、ありだよっていう。あー、もうこうやってやると全然色違うわ。茜美人はマジで本当にオレンジ。ただねやっぱねヨードランはヨードランでうまいですよね。うーん、あ、いっぱい入れるとよりわかる。ちょっとね甘みがあるなこっちの方が。僕の勝手なイメージですけど、家族で食べるってなったら僕の子供にはこっち食べさせたい。なんかね嫁さんと僕はこっちかな。うん、止まんねー。これ卵いっぱい入れるとより味の違いが本当わかるわ。どれ、またちょっと美人に行こう。
色が特徴的ですね。いっぱいバージョンでいきます。本当にね、味わいが全然違う。君の味わいなんでしょうね、これね、きっと。これも濃いですけど、これもこれで違った種類の濃さありますよ。ちょっと上品な感じというか。でもすごいね、こんだけ違うんだ、味が。なんかほんと黄色とオレンジって感じかな。でねーん、ヨードラン光マヨネーズ。はい、ここで罪なことをしたいと思います。なんとですね、こちらヨードラン光はですね、この 3.5 倍のコクの卵を使ったマヨネーズというのが存在してるわけですな。いや、なんかとある情報筋からこれが美味しいっていうのを僕ね、小耳に挟んだんですよ。なんでちょっとやってみたいと思う。いや、これどうすか、これどうすか、これどうなんだろう。こういう感じ、こういう感じ。あ、もう香りはねすごいよ。もうすごいです。マヨがねすごいです。いきます。うまっ。皆さん、これセットで行った方がいい、マジで。これは TKG の新しい時代来ましたよ、マジで。でもあれかな、やっぱこれもヨードラン光のなせる技。これ一度踏み入れたら抜け出せないタイプの世界かもしれないです。なんで気をつけてください。ただめちゃくちゃうまいです。はい、今回の動画皆様いかがでしょうか。いきなりなんですけど、皆様卵ってちゃんと選んだことってあったりします？僕は料理しないんであんまりわからないんですけれど、結構ねこれ卵も特徴があって、最初に食べたヨードラン光って皆さん名前は聞いたことあるかなと思うんですけれども、これ最近だとパッケージは変わったんですけども、これ気づかれました。で、登場したこの右下とね、ちょっと左のところにいるタマレットっていう、これマスコットキャラみたいなやつがいるんですけど、やつかこの子たち実はね、鶏が食べるご飯が元になってるんですよ。ちなみに、黄色はトウモロコシ、茶色が大豆、ピンクは魚粉ですね。これお魚を粉状にしたもので、緑は海藻でできてるんですけれど、このタマラとかね、こういるのちょっと訳がありまして、そもそもなの鶏の食べるものから違うと、こんなに美味しいご飯を鶏が食べているから、ヨドラン光は卵の味が濃くて美味しいと。そしてお次が茜美人。その名の通り、茜色の黄身が本当に美味しいんですよ。もうね、見てるだけで美味しいですよ、これ。なんか本当に、こっちはコクが強くて、あとやっぱ割る時の殻の硬さがすごい目立ったなって感じ。で、こっちは、こっちほど殻は硬くないんだけど、また色がかなり濃くてですね、オレンジ色、黄色っていうよりはあんまり卵では見ないオレンジの色、すごい鮮やかなオレンジ色で綺麗だなと思ったのと、また違った旨味があってすごい特徴的だなと思いました。はい、とここで次に行く前にですね、なんと今回生卵だけではなくゆで卵も、ご用意させていただきましたので、まずは、このヨドラン光の方から割ってきたと思います。これ結構殻がね硬かったから、おお、すげえ、めっちゃしっかりしてる。なんかもう食わせねえみたいな硬さだ。どんだけ守られてるんだろうこの卵は。いきますよ。おお、いやー、なんじゃこりゃー。それではいただきます。めっちゃうまい。ゆで卵にすると濃さがよりわかる。ダイレクトに黄身食べれるんで、濃すぎるってぐらい濃いっすね。マジでうまい。これ次に今度は茜美人。
よいしょ。すごいな。やっぱ用土に比べると割りやすいですね。ドン。わかります？はい、このままいきます。黄身の味が全然違うし、こっちは本当にもうさっきの卵かけと感想に似てるんですけど、ここがボーンと、こっちはねまた違った旨味みたいなのがあるんですよね。どっちかっていうとこっちの方がこっちに比べるとライトなんですけれど、でもね旨味はちゃんとしっかりあるんですよ、黄身のって感じかな。どっちもうまい。はい、とここでさっきちょろっと出たんですけれども、こちらヨドラン光マヨネーズというのがありましてですね、こちらがなんと先ほども言ったんですけれども、コク 3.5 倍のヨドラン光を使ったマヨネーズということで、味が一味違うということなので、いやもうこうでしょう。いいんじゃないですかこれ。はい、コクすごっ。後戻りできない味してるなこれ。多分コク 3.5 倍ってそういうことなんですね。もう本当にマヨネーズ自体も旨味がしっかりしてるし、やっぱ濃いっすよね。だから濃いものと一緒になるとより濃い感じになって、普通にゆで卵に今までねマヨネーズとか塩かけ食べてたあの感じとは全然違う世界が味わえますこれ。はい、ここでキャッシュビーアプリのキャッシュバックされるまでの流れを簡単にご紹介。1、対象商品をタップして Mac 鈴木動画を閲覧。2、お店やネットでお買い物。3、レシートとバーコード送信。4、CB が貯まります。たったこれだけ。はい、続きましての商品がこちら、ドーン！きしめん！そしてなんと、冷やして食べるきしめんをきしころというみたいですよ。はい、どすー。うわ、つやつや。はい、それではいただきます。名古屋きしめん。どうすかこれ。はい、いらっしゃせー。うまい。なんかきしめんってあったかいイメージあったけど、冷やしうめえこれ。うまいなこれ。表面ツルツルだよこれ。これね、これ小麦の香りもいいっすな。茹でる前ね、こんなにね幅広じゃないんですよこれ。もっと全然細いんですよ。でも茹でるとねこんだけ広がるんだって。本当になんかあったかいやつのイメージしかなかったけど、冷やしめっちゃうまい。なんかそしてなんかこのそうめんとかそばとか冷麦とか夏食べてるやつに今までこの選択肢なかったけど、これはかなりありだと思う。せっかくなのでここで先ほどのヨードランをドボンします。あお。はい、やらかしてるなこれ。どうすか、どうすか。よし。これいいよ。これ夏の新定番じゃねえこれ。本当に圧倒的に僕ねそうめんが多かったんですよ夏のこういう乾麺っていうと。いやこれきしめんってね
そもそも冷たい選択肢なかった上にこのザルのやつって全然なかったけど、めっちゃうまいわこれ。すんごい心地いい。つるつるつる。このビロビロは確実に癖になりますな。これ半分透き通ってんすよ。めっちゃ綺麗でしょこれ。程よい小麦の香りがね、かなり食べやすいんですよ。いいですよ本当に。あーうまい。 いやなんか本当に僕のイメージしてたきしめんと全然違ったんですけど、びっくりするぐらいなんかこう美味しかったですね。そしてなんか今までの選択肢により加わって夏がより楽しめそうな気がします。きしころあり。そしてねこのヨードラン光がねまためちゃくちゃ合うわ。これ合わさることによってコクめっちゃあるから結構きしめん負けるかなと思ったんですけれど、全然そんなことなかった。素材の味は邪魔することなくコクをプラスしてくれました。すっごいしかった。これもめちゃめちゃあった。はい、この動画を締めくくるのはデザートでございます。続いてはデザートのコーナー。はい、本日のデザートはこちら。同じく金飛び麺さん細切りザルドーン。はい、デザートー。うわすっげー。それではデザートいただきます。なんでこれをデザートにしたかというとですね、こちらなんと食後の血糖値と、血中中性脂肪の上昇が気になる方へというちょっとねそっち系なんですよ。初めてです僕。ドスン。いただきます。うん、あ、美味しい。これ小麦がまた、あ、さっきと一緒だ。絹あかり、小麦の香りがすごいいいですね。噛めば噛むほどにね小麦のね旨味がギュッギュッと出てきますよ。喉越しもこうすっきりしてて、はい、こちらデザートにも卵入れます。スポン。見てこれ、どうすか、どうすか、贅沢すぎんかこれ。マジ卵最高これ、超うめえ。はい、でなんとこちらのねうどんはですね、発酵食品が合うと、納豆とかキムチが合うということなので、今回はキムチをご用意しました。ザルうどんにキムチっていう、これどうなんですかね。めっちゃ合う。うまい。こんなに違和感なく合うか。うん、食べらなんかもあるんでちょっと入れてみますね。
う。なんかこの血糖値のとか書いてあるからちょっと味気ないやつなのかなって想像したけど、全然そんなことなくて、うどん自体の旨味もしっかりあるし、のど越しもいいし、他との食べ物の相性もいいし、これめちゃめちゃいろんな意味でお得じゃんこれ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日いただいたいろんな食材あるんですけれども、こちらすべて今回キャッシュビーさんの対象商品になっておりますので、こちら胃袋だけじゃなくお得な機会にですね、お財布も満たしちゃってはいかがでしょうかという、こちらね、ヨードラン光 3.5 倍も美味しい、やかね美人美味しい、こちらの名古屋きしめんも美味しい、細切りざるうどんも美味しい、そしてマヨネーズも美味しい、こんな美味しい食材とともに素敵な夏をお過ごしくださいませ。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。本日の動画は以上です。またねー。